皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2024年6月の18日火曜日でございます。気温は21度といったところでございましょうか。なんだか少し気温が落ち着いてますよね。昨日はもう26度確か、そしてその前もなんか高かったような気がいたします。でも本日収録している時間帯がちょっと早めなのでございますよ。ですからもうちょっと時間が経つと気温が上がるかもわかりません。何せ昨日は収録時間が長かった割に収録する時間時刻がちょっと遅めでしたので、 YouTube へ動画を、はい、このアニメーションを公開する時刻がちょっと遅くなっちゃったんでございます。ですからその反省点を踏まえ本日は早めに収録ということになっているのでございました。とのことでして、本日も引きこもりスアワーをどうかよろしくお願いいたします。そしてやっぱり YouTube じゃなくって間違えましたよ。僕今何を言おうとしたんですかね。もう YouTube に何か言おうとしたんですかね。違います全く違っております。そうなんです、本日もお便りをいただいてますからね。もうちょっと間違えちゃいましたよ、リアクションを。そういうことでございますから、もう僕は、はい、やっぱり本日もアゲアゲなのでございました。ということでございますから、果たして本日はじゃあどなた様からかなっていうところを楽しみにしながら、はい、拝読させていただきたいと思います。いきますよ。じゃん、ペンネーム、かなでりんさんよりいただきました。かなでりんさん、ことりんさん、お便り本当にありがとうね。もう僕はエブリデイいただけますことに、もう本当にただただ感動しかございませんですから、はい、そしてやっぱり頭が上がりません。そして若干僕お名前をお呼びするときに時間が、はい、ちょっと間があったと思いませんか。そうなんです、正直言いますね、はい、正直言いますと思わずサンピアさんって言いそうになっちゃったんです。すみません、そんな風に言いそうになっちゃいまして、もうエブリデイ言ってますと、どうしてももう言葉が、はい、言っている言葉が次はこの言葉みたいなことが勝手に口から出そうになるんですよね。そうなんです、ペンネームの次はこの言葉みたいなことで、そうなんです。ですから5月から6月に切り替わった直後とかも、もういつも5月って言っていたので、また6月なのに5月って言っちゃったりして NG になったりしたんですよ。そういう風にやっぱり不思議ですよね。なんか癖っていうんですか、習慣っていうんですか、こういうのが染みついちゃってるっていうのが、体が勝手に反応するっていうのが、とってもそういうことが不思議だなって思いました。そして僕は雑談が多いです。ここら辺をもっとシュッとそうなんですよ、シェイプアップして、はい、行きたいと思いますね。じゃないと本当に昨日は超
もう超対策スペクタクルですからね。あれを昨日を2回見ようものならば、映画を1本見れちゃうっていうようなボリュームでございますから、もう本当にお付き合いくださってありがとうございますとかしか言えません。本当に昨日もお付き合いくださいましてありがとうございますとのとのことしか。そうなんですよ。ですから僕は、はい、要点をピシリっていう風に言うようにして、はい、もっとうまく、はい、そうなんですよね、放送を回していきたいなって思いましたね。そういうことでございますから、やっぱり僕は雑談が多い。はい、今のもそうなんですよ。もうそしてこういう風に言ってること自体もちょっとまたそうなんですよ、余計なことなんですよ。ですからお便りを読みましょう。もうお便りを、それですよ、僕がやるべき、はい、任務はお便りを読むっていうことでございます。ではでは読ませていただきますよ。じゃん、こんばんにちは。はい、リンさん、こんばんにちは。どうも本日もよろしくお願いいたします。本日もどのような内容かとっても楽しみにしちゃいます。そして今日も配信お疲れ様です。昨日の配信、みんなでアイスについて語れてとっても嬉しかったです。リス君、瀬戸香さん、ありがとうございます。しましまうまうまバーはちょっと前にコンビニで並んでたんですが、人気すぎて売り切れたというような情報を見たような気がします。また復刻してくれませんかね。今はもうしてませんが、子どもの頃よくしていた遊びがあるので、それを紹介しようと思います。それは100均の造花を使ってブーケを作ることです。いろいろな花があるので、どの花を何輪使うか考えることがとっても楽しかったです。かっこ、お店からしたら迷惑だったかもしれませんが、かっこ閉じ。日焼けですが、小学生の頃は日焼け止めのベトベト感が苦手で、かっこ今は企業努力のおかげでそんなことありませんが、かっこ閉じ、塗ってませんでした。陸上部だったので焼けちゃってましたね。そもそも日焼け止め禁止でしたし、中学以降は吹奏楽部でしたし、あんまり外に出ることがなくなり、日焼けする頻度が減りました。高校はボランティア部だったので、募金活動などしている時にちょっと焼けましたが、今は基本家にいるので最近は全くです。日焼けすると肌にも良くないので、今は日焼け止めを塗るようにしています。我が家にもネッククールリング届きました。18度で凍るタイプを買いました。すんごい冷たくていいですね。780円でした。今回はこんなところですかね。リス君、今日もたくさん文章を読んでくれてありがとうございます。リス君にとって良い一日になりますようにとのことをいただけましたよ。もういっぱいいっぱい、またまた僕の疑問に答えてくださってありがとうございます。そしてもうその素敵さ、はい、もうでもちょっとやっぱり僕の思っているイメージとはちょっと違うんですよね。そこら辺ちょっと振り返ってみましょうか。まずは冒頭から振り返らせていただきます。まずそうなんです、いつもながらでございますが、今日も
配信お疲れ様ですとのお言葉をいただけました。もうそれだけで僕は胸が熱くなりますよ。本当にもう普通に涙ぐんじゃいます。それぐらい僕はありがたいです。ありがとうございます。本当に。そして昨日の配信、みんなでアイスについて語れてとっても嬉しかったです。リス君、瀬戸香さん、ありがとうございますとのことでございまして、そうですよね、僕もお礼を言わせてください。はい、リンさん、瀬戸香さん、ありがとうございます。もうそのはい、もうそうですよね、このアイスの話題いつからありましたっけ。結構もう回数重ねましたよね。そもそもきっかけってやっぱりリンさんでした。そこらへん、もう僕の記憶がもうぶっ飛ぶぐらい、もういっぱいいっぱいお話ができたと思います。はい、とっても僕も嬉しく、はい、お便りを読ませていただきました。そしてそうなんです、しましまうまうまバーはちょっと前にコンビニで並んでたんですが、人気すぎて売り切れたというような情報を見たような気がします。また復刻してくれませんかねとのことでして、そんなって言っちゃいましたよ。そうなんですか、人気のために売り切れ、そういうことなんですね。ということは、じゃあ新商品が全国のコンビニに並ぶのもおかしくないっていうところでございましょうか。僕、メーカーさんを見るのを忘れちゃいました。はい、どこがしましまうまうまばあちゃんを作っていらっしゃるのか、やっぱり超有名なところです。そこらへん僕はちょっと確認したいなって思いましたよ。そうなんです。ですからやっぱり僕が思いましたのは、しましまうまうまば普通に美味しいので、そりゃやっぱり人気もあるよなっていうようなところを思いましたね。しかも今回のホワイトチョコ、僕多分もしかしたら普通のよりもホワイトチョコの方が好きかもしれません。基本ホワイトチョコって僕好きなんですよね。はい、普通のチョコは若干苦味があるじゃございませんか。苦味、まあでも良い苦味なんでございますけれどもね。そしてないものには全くなかったりもしますけど、でもホワイトチョコのような滑らかさとは違うっていうような感じがしまして、ですから僕はホワイトチョコっていうのがとっても、はい、お気に入りなのでございました。普通のチョコよりも好きですかね。あ、そうです、それで僕勘違いしたことがあるんですよ。ホワイトチョコは白いじゃないですか。でもミルクチョコレートってありますよね。ミルクってついているから、あれ、なんで白くないのみたいに僕は思っちゃったりするんですよ。そうなんです、そういうのって思ったりしません？ホワイトチョコっていうのは、まあ確かにホワイトだからもう間違いないですけども、ミルクチョコレートも白にしてよみたいな気になりません？ミルクチョコレートなんですから、ミルクってつくんですから。どうですか、このミルクチョコレート問題。ミルクつくなら白にして、僕はそう言わせていただきます。この大きな問題をもういっぱいいっぱい、なんて言うんですか、巻き起こす、騒動を巻き起こすような大きな問題を僕は、はい、取り上げさせていただきました。ミルクチョコレート問題、そうですよね、ミルクチョコレートなんだからやっぱり白にしてほしいですよね。そんなことありません？なんで黒いチョコレートなのにミルクって言うんです？じゃあ
どうですか？そこら辺疑問に思われませんか？はあ、また脱線してる。すみません、なんでミルクチョコレートの話になったんですかね。引き続き読ませていただきます。そうなんですよね。もういっぱいアイスのお話できて嬉しかったですっていうところまでは、はい、読ませていただきました。そしてそうなんです、そうなんです、子供の頃はたくさん遊んだよねっていう僕の疑問に答えてくださいました。ちょっと噛んじゃいましたけど、そしてどういうことかと申しますと、今はもうしてませんが、子どもの頃よくしていた遊びがあるので、それを紹介しようと思います。それは、100均の造花を使ってブーケを作ることです。いろいろな花があるので、どの花を何輪使うか考えることがとっても楽しかったです。かっこ、お店からしたら迷惑だったかもしれませんが、かっこ閉じ。ということでして、これがまた僕は可愛らしいと思いましたから、はい、とっても可愛らしい遊びだなって思いました。そしてそこが意外だったんです。僕また勝手にそのリンさんのイメージ、はい、リンさんのもうプロファイリング、これを見間違っているんじゃないかなってちょっと思いました。それがやっぱりなんかこうリンさんってわんぱくに育ってそうみたいな印象があったんですよ。例えば木登りをしちゃったり、男の子と喧嘩しちゃったり、そういうことをされる、そんなイメージがあったので、はい、造花でブーケを作られるっていうその可愛らしさがとってもとってもちょっとびっくりいたしました。はい、でも素敵だなって思いましたよ。ブーケで遊ぶっていいですよね。なんだかこうなんて言うんですか、花嫁さんを夢見る、そんなような感じがいたしまして、はい、素敵だなって思います。そもそも花がお好きっていうことでございますよね。そうですよ、もともとなんて言うんですか、先日いただきましたが、名前特に意味は考えてないっていうようにおっしゃいましたが、お花を撫でるっていうことでございますから、はい、お花を撫でるで書いて花でさんっておっしゃるので、お花がなんとなくこう本能的にお好きであるっていうような感じがして、はい、それが幼い頃につながっているんじゃないかと僕は推測しましたね。そう思います。ですからお花を好きであるっていうところに、またまたなんかこのすごく優しさとか穏やかさとか、そういうところを感じるばかりでございました。ついついなんて言うんですか、忙しい毎日を送ってますと、お花をめでるっていうことをしませんよね。そうなんです。あと、なんて言うんですか、空を見上げるとか、はい、雲の流れを見るとか、そういうことをなんかちょっと僕はしたいなっていうように思いました。はい、でも僕は引きこもりすっていうふうに言われる前は、そういうのが結構大好きだったんですよ。はい、空を見上げる、あと花を見る、はい、そういうことも、はい、とってもとっても好きだったんですけれども、いつの間にかこうなってしまいました。それがもうどういうことでそうなったのかは、この先の引きこもりスアワーが続くことによって解明するかもわかりませんよね。はい、ですからもう1話として見逃せませんよ。それは言わせていただきますよ。急に話が展開するかもしれませんからね。宿敵が登場したり、または超地球が危機に陥るのを
僕が食い止めようとしたりと、そんな話の展開になるかもしれませんからね、この引きこもりスアワーでも。ですからお見逃しないようお願いいたします。そういうことでございまして、そうなんです、皆様からも、そうですね、昔もうずっと遊んでいたこととか、今でも遊んでいるっていうのがまた結構僕の中では知りたいですけれどもね、ずっとそうして遊んでいるっていうものがあるのでしたならば、皆様も教えてください。そうでございます、はい、そういうことでございまして、やっぱりそうなんですよ、子供の頃っていうのはもうなんていうか、そんなに変化がなくてもずっと遊んでいられるっていうパワーがありましたよね。それは昨日も言いましたが、僕が憧れているところでございます。ですので、そうしたすっごい遊んだ、そんなエピソードを皆様も、はい、ぜひともよろしくお願いいたしますね。待っちゃいますよ。とのことでして、リンさんからはブーケ作りの可愛いエピソードでございました。そしてさらには、そうなんです、日焼けですが、小学生の頃は日焼け止めのベトベト感が苦手で、今は企業努力のおかげでそんなことありませんが、閉じ、塗ってませんでした。とのことでございますよ。僕もベトベトってするっていうようなイメージ持ってます。特に日焼け止めを塗ったっていうような、そういうイメージはないんですけども、僕に記憶は。でも日焼け止めイコールベタベタ、そういうイメージです。ですから企業努力によって今はそんなことがないっていう情報、これが僕には新鮮ですよ。ありがとうございます。またまた僕に知識をくださいまして、今はベトベトしないんですね。すごいな、世の中ってどんどん変わってますよね。僕が子供の頃っていうのと、もう今のこの時代っていうのは全然もう別世界ですもん。何か異次元空間に飛び込んだような、そんなような僕は気がいたします。それほど違ってます、はい。そういうことでございますから、僕って一体何歳なのって言われちゃうかもしれませんが、そこら辺はちょっと内緒でございます、はい。僕が一体どれぐらい生きてきたのか、それは謎に包まれております。それもやっぱり引きこもりすっていう風に言われる謎の一つの解明にもつながるかもしれませんけれどもね、やっぱり1話として見逃せませんよ。そうなんです、はい。ですので、はい、いつもいつもお付き合いいただけますと嬉しいばかりでございます。そしてそうですそしてですよ、陸上部だったので焼けちゃってましたね、はい。そもそも日焼け止め禁止でしたし、とのことでして、このイメージはぴったりです。陸上部、はい。もう僕はリンさんが陸上部っていうのはすっごいなんかイメージに合っている感じがいたします。なんかこうスポーツ健康美みたいな、そんなようなイメージがありまして、なんででしょうね、そういうイメージがつくっていうのは文面からなんか感じ取るところがあるのでございましょうか。そういうような印象を受けてまして、まあまあ、でも僕は以前からリンさんのことは名もなきクマより伺ってたんで、はい、その名もなきクマのイメージが僕に伝わったんだと思いますよ。クマが思い描いているリンさんのイメージっていうのが強く僕へ影響して、そして僕はそういうイメージを持ったんだと思います。でもここでお読みしている文のリンさんは
なんかとってもまたそのイメージとは違うんですよね。ですからいっぱいいっぱいお便りをいただけて、そしていっぱいいっぱいリンさんのことを知れることができまして、とってもとってもリンさんをよりちゃんと理解できたような気がいたします。まあまあまだ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 全然そのもうなんて言うんですか、もう浅いところしかまだまだ理解できてませんけれどもね、もっともっといっぱいいっぱいお話をお伺いすることでさらにより知りたいと思います。そういうことでございまして、陸上部っていうのはぴったんこでございました。はい、もうどうなんですかね、なんて言うんですか、その幼い頃っていうか子供の頃いっぱい日焼けをすると、その分なんだか大人になってから日焼けのそのなんて言うんですか、その日焼け自体のその日焼けしたっていうことが残っていて、大人になってからシミになってくるみたいな話を聞いたことがありますよ。それって僕合ってます？ですからやっぱりなるべく日に当たらない方がいいんですか？でも日に当たらないとなんかビタミン D とかが作られませんよね。それ合ってます？僕のこの知識、日に当たらないとビタミン D が生成されないっていうところですから、結局のところどっちなんですか？日に当たる方がいいのか当たらない方がいいのか、それを僕に今のこの現代においてどっちの方がより正しい情報なのか、それをどうか僕に教えてください。日に当たりたいような気がいたしますが、ビタミン D を出したいために。でも僕はなるべく日陰にいたいっていう感じもしますし、でもうどっちにしていいのかちょっとわからないんですよね。ですから僕に情報をお願いいたしますと言わせていただきました。そういうことでございまして、さらにさらには、はい、中学時代は吹奏楽部でしたし、あんまり外に出ることがなくなり、日焼けする頻度が減りましたとのことでございまして、吹奏楽部っていうのがまたおしゃれですよね。それは思いました。またでも急激ですよね。陸上をされていたのに、それから急転向して吹奏楽っていうところに何があったのかなっていうのを思います。もしかして陸上っていうものに限界を感じてしまったとか、それとももしくは吹奏楽っていうものに興味があって、そもそも音楽や楽器が好きだったとかとか。でもそうですよね、お歌歌うの好きですもんね、リンさんは。ということは音楽が好きということですから、吹奏楽をされることで楽器を学ばれるっていうのはしたくなるかもわかりませんよね。でも運動部の人ってなんかそのまま運動部に行かれること多くありません？それ僕の勝手なイメージです。なんとなくそうなんですよ。文化部の人はもうずっと最初から文化部、そして運動部の人はもうずっともう最初から運動部みたいな。ですから途中で変わられるっていうことがむしろちょっと珍しいんじゃないかなとか思いました。はい、僕としてはそういうようなところはありましたね。ですからもしも何かきっかけがあってエピソードがございましたら、またもお待ちしちゃいますとのとのことでして、吹奏楽部っていうのも素敵だなって思った僕でございました。そしてはい、そうです、
高校はボランティア部だったので募金活動をなどしてる時にちょっと焼けましたが、今は基本家にいるので最近は全くですっていうことでございました。っていうことでたどたどしく読んじゃってすみませんね。だん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 目が悪くなってくるんですよ。はい、ここで話してると。そうするとどん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 僕の乱視がひどくなるんです。そうするともう字がぶれて、もうあれもうよく見えないよみたいになってくるんですよ。ですからスタッフさん、もうちょっと字を大きくできませんか。それを僕は言いたいと思います。でも字を大きくって言いましたが、それは難しいよっていうことをなんとなくわかりますよ。すみませんね、無理言って。でも一応大きい字でお願いいたします。はい、そういうことでございまして、ボランティア部、またまたこれでも一貫性がなくて驚きますよね。そこはちょっと珍しくないですか。あまりにもそのこうなんて言うんですか、経歴っていうか、そういう履歴がなんか珍しいなって思いますよ。どん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 なんか変わって移り変わっていくっていうのはどういう心境の変化があったんです。そしてボランティア部っていうのがあるんですね。それ僕存じ上げませんでした。ボランティア部か、すごいな。確かに街角ではい、学生さんがボランティアをされてずっと立って募金活動をされているのを、僕は引きこもりすっていう風に言われる前にちょっと、はい、そんな記憶がございます。ですからそういうのはボランティア部だったのかなって今思いました。活動があるんですね。そしてボランティアをされるっていうそのお心がまたもう僕頭が上がりませんよ。本当にもうリンさんはなんだかもうすごく、はい、素敵な生き方をされていらっしゃると思います。もうおっしゃる言葉がなんとなく優しさにあふれていらっしゃるところを感じるので、やっぱりそういうこともされていらっしゃったからこそあるのかもしれないなって思ったりもいたしました。そうなんですか、ボランティア部。でもやっぱりこれもなぜせっかく学べた吹奏楽を途中でというか、はい、なんて言うんですか、進学することによって変えてしまわれたのか、そうしたエピソードもお待ちしておりますとのことでございまして、そしてはい、日焼けすると肌にも良くないので今は日焼け止めをつけるようにしていますとのことでして、やっぱり肌に良くないのは間違いないんですね。でもビタミン D を生成するために必要な分だけは当たった方がいいんですよね、多分。そのビタミン D を生成するために日焼け止め塗っちゃったらビタミン D は生成されなくなっちゃうっていうことはないんですか。そこら辺も気になりました。僕は急にいろんなその細かいことが気になるんですよ。もう細かいリスだなーって思わないでくださいね。ついつい気になっちゃうんです、そういうところが。とのことでして、またの情報をお待ちしております。日焼け止め塗ったらビタミン D 生成されなくなっちゃわないのっていうところ、そもそもビタミン D って何に健康的なのっていうとことか、はい、ああ確か骨ですよね。骨の生成に役立つわけですよね。そこら辺は漠然とながら思ってます。ですので有識者の皆様、はい、その辺、太陽と太陽に当たるっていうことの重要さ、はい、もしくは不必要説、
そちらどちらかどうなのか教えてくださいますと嬉しいばかりでございます。はい、とのとのことでして、本日もなんだかいろいろとお伺いしちゃいました。そしてそしてさらにはさらには、はい、我が家にもネッククールリング届きました。18度で凍るタイプを買いました。すんごい冷たくていいですね。780円でしたとのことでして、18度で凍るタイプですよ。それってでもだいぶもうそれ冷凍庫用じゃございません。冷凍庫用じゃ、あの28度で凍った方が、あの氷なんて言うんですか、こう比較的持ちやすくございません。なんていうか、あのちゃんとお二つお買い求めになられました。そこら辺も気になりますし、そしてそうなんです、18度と28度、これだいぶ差がありますけれども、どうなんですか、どっちがいいっていうのございます、そういうの。僕としては28度で固まってくれる方にちょっと軍配が上がったかなって僕は思っちゃいましたね。すみません、そんな僕ちょっとマウントを取るようなことを言い出しましてすみませんね。でも28度っていうところで凍ってくれるってかなりいいところで凍ってるなって思われません？なぜ18度にされちゃったんですか？そこらへん18度ですとだいぶ低くないとなりませんもんね。そこはですからどうなんだろうなって僕は思いました。ですので18度にしてしまわれた理由をまたもや僕に教えてください。もうそんなこと言い出したらもうキリがないかもしれませんよね。僕は何かもうストレートにいただいたお便りを、はい、そうだと思いますで解決しようっていうところがないのに問題があると思いました。はい、そうは思いましたよとのことでして、はい、クールネックリング、あ、ネッククールリングですよね。すんごいいい、すんごい あったかくじゃなくて冷たくていいですねっていうことでございまして、そうですか、じゃあもう瀬戸香さんにもおすすめしちゃって大丈夫ですよね。そこはじゃあ僕もあの値段相応の活躍はしてるっていうのは確かに感じましたからね。ですからじゃあおすすめしちゃいましょうか。はい、あの2人で、1匹と1人さんで、1人さんと1匹さんで、はい、そうは思いましたとのことですから、まあこれぐらいのリーズナブルな価格帯にしては十分効果があるということを僕も言わせていただきます。そしてはい、今日はこんなところですかね。リス君、今日もたくさん文章を読んでくれてありがとうございます。リス君にとって良い一日になりますようにっていうお言葉ですよ。もうやっぱり最後まで本当にありがとうございます。今日がどう考えてもいい一日になると僕は思いましたね。そうなんです、最近比較的調子がいいんですよ。それもこれもこうしてお便りをくださるからかもしれません。それは僕思います。なんか嬉しいことがいっぱい続いている、そんな感じがしてます。はい、ですから僕がこうして引きこもりすって言われる状態から抜け出す日もやってくるかもわかりませんよっていうことを言わせていただきまして、はい、もうリンさんからいただきました、かなでリンさんからいただきました、お便りでございました。いかがでございますか。そうですね、僕は
何か思ったことがあったと思った。そうですよ。はい、そうです、そうです。僕、あれですよ。何でしたっけ。味の屋さん。味の屋さん。味の屋さんでいいんですよね。確か。確か味の屋さんですよね。僕、検索させていただきました。そしたら通販でソースも買えると知れました。ただ、今月いっぱいいっぱいちょっと出費したんですよね。ですから、来月に入手しましょうかね。来月。来月にってちょっと考えてます。来月こそはって。その時に、もうちょっとお高めはお高めですけれども、僕頑張りたいと思います。はい。頑張りたいと。ですから、味の屋さんのソース、楽しみにしてますからね。これでもしもう、あれですよ。ブルドッグさんや、オタフクさんと変わらなかったら、もう大変なことになりますよ。その時は大丈夫ですか？なんていうふうに僕がこんなことを言おうものならば、さすがにそろそろ怒られそう。ほら！っていうふうに思いましたから、僕は、はい、リンさんの怒りを買わないように、はい、したいと思います。リンさんはお怒りになったら、きっとものすごい強いでしょうからね。それはなんとなく感じております。そんな空気があります。そんな空気が。そんなようなことがありますので、はい、そうです、そうです。僕は、味の屋さんのソースをいつか手に入れるぞっていうところを誓った次第でございます。楽しみに、はい、楽しみがまた一つ増えたと思います。でも来月になった時に僕、ちゃんと覚えていられるかなっていうのがちょっとあるんですよね。そこです、問題は。僕の記憶力って本当にひどいですから。もうびっくりするぐらい。ですから、僕は記憶力がひどいので、もしもあまりにも忘れているようだったら、ちょっと、リス、それ、忘れてない？みたいに、優しく教えてくださいね。よろしくお願いいたしましたよ。とのことでして、はい、リンさんよりいただきました。お便りでございました。改めまして、かなでリンさん、お便りありがとうございます。はあ、もう僕またやってます、かなり。かなりやってますよね。また無駄話を。なんか、途中いろいろ飛びましたよね。すみませんね、飛んじゃいまして。ですから、もうその、いろんなお話飛びましたことによって、またちょっと長めになっちゃいましたよ。もっと、はい、シュッと、スマートに行きたいと思います。はい。ということで、この先はスマートな僕で行かせていただきたいと思います。では、お夕飯コーナーから行きますよ。僕の昨日のお夕飯は、お豆腐ハンバーグでございます。それというのもこちら。はい。ハンバーグステーキ。はい、ありますね。もう完全に。これね、ちょっと、お豆腐によって見えなくなっちゃってますが、この下にハンバーグがあるんですよ。はい。そして、お豆腐と一緒にハンバーグを食べることによって、むちゃくちゃ美味しい。何ですかこれ。これレンジでチンするハンバーグなんですけれども、このレンジでチンするハンバーグ、これ僕が昔レストランで食べた味のハンバーグと全く遜色ない、そういう風に言っちゃいます。もう完全に、はい、もうなんて言うんですか、本当に家庭でチンしてできるような、そんなクオリティのハンバーグはもう飛び越えてますよ。はい。それぐらい美味しいです。ガーリック和風ハンバーグみたいな感じでございまして、
そのまたガーリック感があって本当に美味しくて、僕ハンバーグ大好きなんですけれども、もう僕は大満足でございました。はい、これおすすめです。このハンバーグ美味しいです。普通に、はい、ちょっと噛みましたが、はい、まあもっと言っちゃいますと、セブンっていうところで、はい、売っていたあの冷蔵のガーリックのハンバーグでございます。鉄板ハンバーグですかね、確か鉄板ハンバーグ、はい、鉄板ハンバーグということで、本当に鉄板のハンバーグっていう感じしました。もうなんか最近のクオリティの高さに僕はとにかく驚いてます。それを強く言わせていただきますよ。もうこのクオリティの高さはもう本当にレストラン行かなくて大丈夫っていうぐらいでございますからね。はい、めちゃくちゃ美味しい、本当にめちゃくちゃ美味しいです。改めて何度も言わせていただきますが、むちゃくちゃ美味しいです、ガーリック鉄板ハンバーグ。はい、ぜひともお試しあれあれでございます。とのことでございまして、美味しく食べることのできたお夕飯でございました。それではお一言お便りコーナーに行きたいと思います。じゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただきました。サンピアさん、お便り本当にありがとね。でも次回からどうやってお便りくださるんですかっていうのが疑問ですから。そしてサンピアさんは放送をご覧になってくださってるんですかね。そこが僕は疑問ですよ。サンピアさんちゃんと見てくださってます？もしも見てくださっていらっしゃったならば、僕にお便りをください。お便りコーナーよりお便りをください。はい、それをお待ちしておりますよ。とのことでございまして、どういったお一言か拝見したいと思います。じゃん、これは文章ですね。もう本当に、はい、そうです。どういったことかと申しますと、まず冒頭はこの時期起こる雨の現象、はい、雨の起こる現象、この時期の雨の現象と言ったらあれですよね。はい、もうはい、もうそうでございます。はい、その季節でございますよ。ほにゃの季節でございますよ。もう本当にほにゃ入りとか言いますよね。ほにゃ入り、ほにゃ明け、そのほにゃの部分でございます。それとですよ、それとですね、もう一つは、はい、空を明るくする、空を明るくする、はい、さんさんに光降り注ぐ、その丸っこいやつでございます。それなんて言います？はい、昼間空に浮かんでいる周りを照らすそのもの、はい、ほにゃほにゃ系とか言いますよね。ほにゃほにゃ系、銀河系のほにゃほにゃ系、はい、そうです、それでございます。もうそれでございますよ。はい、それがですよ、それに勝つぞっていうことでございます。勝つぞ、でも勝つぞじゃございません。はい、何かというと勝つの反対、それで勝つの意味にしてくださいませ。はい、勝つの反対はあれですよね、その反対の言葉を使って勝つっていう意味に変えてみてくださいませ。それで本日の一言は完成でございます。
でも最近思うんですけども、この僕一生懸命ご説明してるじゃございませんか。でもでも、あの皆様当たったよとか、今回は分かりやすかったねとか、そういう感想がないなって僕は思いますね。皆様このコーナー楽しみにしていらっしゃいます？僕一生懸命説明はしてますけれども、はい、当ててみてくださいね。やってみてくださいよ。はい、当たるかどうか、ぜひとも、もうそうしたら、当てられることができたのでしたら、もう以心伝心だなっていうような感じがいたします。ですので、ぜひとも僕のこの拙い説明で当ててみてくださいとのとのことでございまして、僕はこの一言をいただいたことによってどう思ったかと言いますと、そうですよね、僕も勝つぞっていうふうに思った感じでございます。もうでも、もう普通にもう危なく言うとこでした。危なく言うとこでしたよ。はい、ちょっと危なく言うとこでしたので、行きましょうか。行きましょうね。はい、サンピアさんの一言行かせていただきたいと思います。それでは行きますよ。ではでは、サンピアさんよりの一言どうぞ。梅雨にも太陽にも負けないぞ。